2軒目着いた移動が駐車場になってる。よいしょ。そこもぶどう畑。この間秋に来たヒルサイドっていうワイナリー、このビストロめっちゃご飯美味しかったから、席が空いてるといいけど、ご飯食べに2軒目はしご。素敵な感じね、やっぱり。こうやって一杯飲むとこに座ってもいいのかな、ここって。上もあるけど、そこもあるね。ここなら、あ、じゃなかった。ここなら空いてる。え？うんうん。はい、2軒目のレストラン来たよ。うん、まあまあまあいい感じ。うん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 。やっぱり悪いか、ワイナリーだから。うん。何がいいかな。でもここのリゾットがめっちゃうまかったから、リゾット食べたい。リゾットと。うん。今オーダーした。あー綺麗、景色こんな感じ、素敵素敵。和牛カルパッチョ来た。なんか想像したのと全然違う。もっと醤油ベースっていうかポン酢ベースみたいなやつかなと思ったんだけど、普通のなんかチーズドレッシングみたいな、シーザードレッシングみたいな感じ。素敵、しかもポテトチップ乗ってる。うん、うん、飲み物を頼んだ。ワイン飲めないからその代わりにブラッディオレンジのスパークリングウォーター。リゾットがなんかお茶碗みたいな、ちょっと小さめの丼みたいに出てきた。お上品。あとこれフィッシュタコ焼いてるんだね。なんか量がお上品な感じがする。でも結構もうちょっとお腹いっぱいだからよかった。うん、うん、美味しい。パクチー入ってる。ん？何が？パクチー入ってる。じゃあ、あんまり？米は。いいの？フィッシュが入っててあっさり、あっさり系。一応お土産屋さん見ていく、うん、で今ご飯食べ終わってちょっとこのお店の土産物屋さん見て、それで、まあ、それからちょっとビーチの方に行こうかな。ビーチの名前、ビーチの名前聞いたから、それで Google マップで検索できたし。あ、いいね。ちょっと日向に座りたいね。うん、日向に座った。暑、これ暑。あのね、ホミは長ズボンだからいいな。これ足にこのベンチがつくとめっちゃ暑い。今浅く座っただから。ちょっとこのテイスティングルームもお邪魔して、テイスティングはしてないけど、なんか普通見よう。そういえばさっきバーベキューソース気になってたけど、なんかさ、バーガーがあまりにも美味しすぎてバーベキューソースの美味しさがちょっとよくわからなくなっちゃったから買わなかった。ワインだけか、グッズって。プラス、これプラスチック、素敵。あ、テイスティングするって聞いてくれるけど、一応全部ノーってことはあって。これこの机とかもいいけど、こういうのすごい柵があって、ここが机な、柵がてらテーブルになってて、ここに座るのすごいいいな。
ここで食事したりさ、ここで一杯飲んだり、あ、コーヒー飲んだり、最高じゃん、これ。うん。お弁当食べてる人いるけど、このスタッフの人かな。素敵。でもこんな風に綺麗にお花とかさ、手入れするのは大変だよね。ちょっと教わったそのビーチには来れなくて、Google マップで見て、なんか緑のマークで公園ってことかなと思ったところに来てみた。ちゃんと公園だった。ビーチもあるし、市民の人たちがなんかスポーツしたりとか。いいじゃん。うん。こう砂場になっててビーチになってる。でも砂だと汚れるから、そう、木の下の草の上がいいな。優しいホミンが椅子取りに行ってくれたよ。なんかここ芝生ではないんだよね、だから草なんだけど、なんかチクチクするの。ありがとう、優しい。よいしょ。あ、いいね、ありがとうホミン。と今これのマラナラマタにいて、一応これ今宿のそばにの方まで向かってる。サマーランドの方のスーパーによって飲み物でも買ったりとか。スーパー明日入れる、明日開けるとか、冷やして明日開けて。今これ冷えてるでしょ。あんまり冷えてないと思う。これ冷えてない。オフは、え、これ冷えてるんじゃないの。これ冷蔵庫じゃないんだ。冷蔵庫じゃないよ、うん、普通にこれそのエアコンだから。あー、じゃあいらないかな。ちょっと明日飲むの、近い時に。朝1リットルも飲むかな。と帰りながらちょっと、え、帰る時に飲み物欲しいかと思ったけど、何もいるもんなかった。なんか冷たいもので甘くないものが水しか売ってない。コミンがビール買うみたい。今これスーパーのすぐ横のリカストア。でもなんかこの後フルーツワインの試飲に行くかなと思ったら、もういいみたい。家で部屋でゆっくりするってことで。ただいま、コーヒー入れる。これさ、こう抜くとコーヒーが止まるやつってあんのかと思って抜いたら出続けちゃった。そっか、オフってやればいいの。オフにして出せばいいのか。でもダメだ。どっちにしろダメか。ここに水が溜まっちゃってるもんね。はい。コーヒー持ってきた。あとホミンはビールじゃん。このあとなんかさっき買ってたお菓子。これ絶対ホミン食べ始めたら食べちゃうよね、私ね。食べないように気をつけたいけど、絶対食べちゃう。ホミンがそれ食べてたら。だってコーヒーに合いそうじゃん。ビールなんかよりコーヒーに合いそうじゃん。ビールなんかよりって。お疲れ、ありがとう、今日も一日。やっと会話。運転からの会話。この瞬間が。うん。今何時ぐらい ?8 時 ?9 時ぐらい ?8 時半ぐらい。ちょっと今ベッド窓を開けてゴロゴロしたり、昼寝したり、ベッドで寝転がりながら動画の編集したりしてて、今8時半ぐらい。なんか外夕焼けてる、ちょっと山が。
またコーヒーとまたビール。結構もう日が沈んできたね。